ノリノリでサンキューチャレンジ関西一発目。この番組はノリウチで3枚プラス3年企画倍以上目指す。はい、達成しましたら、オリジナル T シャツに採用入れて3名様にプレゼント。そう、前回は、はい、うちの総長立花リルも3枚突破ってことで、はい、今回はそれ以上目指していくぞ。早いよ、走り出し早い。リノさん、はい、レッツダンス。はいよ、あ、来た、レッツダンス。よし、行くぞ。行くぞ、声が当たっていかないと。行くぞ、声も出ないからね。よし、消えてよ。ありがとうございます、よろしくお願いします。キュイーン総長。あ、おありがとうございます。総長ナイス。いいじゃないですか、ありがとうございます。どうです？え、せーの、ドン。あら、はい、13番でございます。総長、どうします？じゃあ、あの、信頼を打ちたいです。信頼、はい、これかな。いや、いけるんじゃないですか。いけなかったら、いけなかったらちょっと考えますけど。わかりました。2、3機種候補あります。はい、よかった。私に関しましては、はい、うん、選べないそうです、ね、と思いますんで、入ってから考えたいと思います。はい、頑張りましょう、はい、入って前にですね、抽選後に皆さんノリノリ軍団の T シャツを購入いただきまして、なんとカラフルになってまいりましたよ、現時点でなんと27名の方に購入していただけたということで、もうちょっとじゃないですか。39、これって私たちも入れての39ですよね。だから37でいいんですよね。あと10名様いけそうな気がしてきます。噛んだな。13番、さささささ、取れる、取れました、取れます。養女戦記も埋まりますね、そろそろね。あ、スマスラの方が先にパラパラと埋まっております。すいません、あ、おはようございます、すいません、おはようございます。あ、来た、おはようございます。おはようございます。あ、すごい、皆さん頑張ってくださいね。あ、すごい、おはす。養生戦記取れんじゃん。あ、じゃあこれですか。いや、さすがだよ、島選挙はやりすぎや。ここ誰ですか、この、ここはマジすごいじゃん。いや、みんなバルブレイバーですね、さすが。誰も青きてねえな、おい、バルブレイバーたちよ、一人ぐらい切ろよ、お前ら優しくねえな、おい。総長、はい、準備できた？できました。じゃあ行こう、レッツゴー、レッツゴー。おお、1ゲーム目にレア役だ。引いてゆくだね、すごいですね。スイカかい？はい、スイカ。いいユリカンスタートってことだ。あの、2ゲーム連続レア役です。やってんななんだこりゃ。スイカチャンス目ですね。バナージリンクスと呼んでいただければ今日は。かっこいい、はい、めんどくせえ、はい、かっこいいしめんどくせえ。ハチバナージ、あ、それはいいね、はい、で、まあ、このシールですよ、はい、もうバチコリと神回作りましたんで、はい、それをお祝いしてのこのステッカーでございますね。いや、まさかステッカーまで作っていただけるなんて思ってなかったので、はい、びっくりしました。で、本日、はい、まあ、関西一発目で、収録を行って39名の方にこれをプレゼントと、はい、一応ですね、前回神回を作ったのが関東ということもございまして、次回の収録、4月の収録が千葉になっておりますので、はい、そこでももちろん39枚、ぜひぜひ遊びに来てください。はい、はい、よろしくお願いしますと。で、あの、ピンク軍団の方々にお話伺ったところですね、うん、はい、あの、バルブレイブをピンクで埋めたら面白いんじゃないかっていうところまで考えてくださってたみたいで、やばいですね、ちょっとあれですね、あの、立花さん似ててちょっとラリってますね、はい、そうなんですよ、ちょっとね、うん、ラリってんな、楽しいの方向性が私と一緒なんで、そうそうそう、出してーなのやつね、はい、あの、素晴らしいやつだ。まあ、でも仲間でね、みんなでバルブレイブ行けば、そうそうそう、こう応援し合って一緒に楽しめると思うんで、そう、怖くないと言わないけど、はい、楽しいよね、やっぱ連れ打ちは。そうですね、それは思います。ユニコーンはね、本当まだ判別要素が出てないんで、そうなんですよ、あの、惜しい気が相当難しいんじゃないかなと思いますよ。すこぶる相性いいんで、ただこうやって調子乗ってると今日初負けが、ね、あるかもしれないんで気をつけないといけない。
あ、入った。チャンスゾーン。お、いけましたか。これが20ゲーム以上だったらなってなりますけどね。これ本当無理ゲーチャンスゾーンなんで。お、引いたぞ。お、どっち。あら、よし、おめでとうございます。やってやったぜ。ジャックチェリーでやりました。299回転でございます。投資が9本。いや、赤がいいよ。赤7。あら、残念。レグでした。レグでした。リノさんが私の大好きな幼児選挙打ってくれるおかげでずっと楽しめるわ。何も見てないじゃん。何も出ないな。まあ、こちらはまたまた出撃です。強チェリーから出撃までは行くんですけど、その先の当たりが遠いな。それはよろしくないんじゃないの。もしかしたら今まで打った中で一番反応悪いです。それでかよ。全然回してないじゃん、まだ。もうとっくに当たってますもん、今までだったら。姉さん、いや、俺はそのイメージだから、当たらないイメージだから振動ってなってるの、まだ。ただ、NTT 揃いを引きました。1000以上あるのにね、うん、さあ、そのままウィンに行っていた。あー、白か。はい、最終決戦ならもうほぼほぼもらいなんですけど。赤、うん、まだ白い。赤来い。赤来ない。フルフロンタルやめて、負けるから頼むよ。白のままじゃない。オールホワイトです。心配やね。フルフロンタルだ。これちょっと怪しいですね。ダメ臭いやつ。いや、最終決戦いけました。よかった。ふう、当たってもらいましょう。もうすでに投資が1万2000円までいってます。まだ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 ですね、うん、これからまだまだ。あのディレクターにさっき言われましたよ。あのバルブレイブの時とテンション全然違くない。まだ脳が焼けてない証拠です。これからですから。まだ当たってないですから。はい、やりました。はいはい、おめでとう。370ゲーム投資が1万2000円です。ここからよ。ではお先に行かせていただきます。どうぞ。マクラッシュ。1000分の1ぐらい吹ける人はね、勝てる台ですから。で、最初のこの50ゲームは無視してください。ただの消化。 AT 値はそんなに上乗せがね、来ないので、来なくて当たり前だと思って消化した方が精神衛生上いいです。まあ、正直強烈薬しか仕事しないって言った方がいいね。そうですね、うん、残り2ゲームで。お、何引いたんですか、これは。何引いたんですか。バーを狙って、これ何ですか。私何をこぼしたんだろう。何から行ったのかもわからないままにミネマチャンスもやる。マジか、いきなり、はい、チェリー系をこぼしたのかもしれません。ちょっと目押しがひどかった。いいいいいい、そんなそんな、いいですよね。そうですよね。そんなさ、ミネマチャンス全部が全部そう完璧になんてできるわけないでしょ。人間なんですから。人間なんてみんな未完成ですよ。行きなさい。フルフロンタルバトル。上乗せだけでした。あら、あ、でも超えてくれましたね。50ゲーム、よかった。ちなみにそういえば第2回の配信された動画を見たんですけど、はいはいはい、上昇の章が勝つになってましたね。あ、そうだそうだ、そうさっき言われてた、忘れてた。笑うだよと思いながら見てたんですけど、常に僕たちは笑顔で楽しく勝っても負けててもっていう形でね、はい、常に笑う軍団です。そう、さあさあ、皆さんお待ちかね、可能性の獣のお時間です。350枚いってみましょう。これも次ゲームから有効なんで、ここのレバー大事にいただきましょうね。ややく引きたいところ、ここは引けず、いくぞ。紫、紫さん、オールグリーンは嫌だ。うん、ちょっと次で紫お願いします。いや、紫じゃないとたまらないでしょ。そうなんです、嫌だ。このままいくと最低の4ゲーム。怖いよ。どうして、お願い。うわ、姉さんやったってよ。そんな、いや、まだわからない。共通ベルでもいいんで、ここから先はいけないか。うわー、4です。いや、でも、うん、いけなくはない。そう、この4ゲームを使って 9.3 分の11回でもいければよし。頼むぞ。1回
回揃えば ST で復活するので、カットインくださいよ。今じゃないよそのベル。あー怖い、もう半分だ。いや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 、ノーカットインはさよろしくないと思う。確かに考えて1回目よ。うわそんな、でもハロちゃんのビッグサイズが出ましたから、早い当たりには期待できるかもという感じです。いやー可能性の獣やりたくて打ってるのに、4ゲームはやっぱしんどいよね。しんどいです。おい当たるか、弾丸4つだったからさ、まあいいよ、いいところだよ。ああすいません邪魔だなこのシール、お隣さんに迷惑かけちゃう、すいません、申し訳ない。お隣さんがハマってっからさ、俺と一緒で頑張ってください。よし、シールどこに置いてたんですか。メダルの、あ右の当たったよ。254回転、その年が15本。くー手厳しい。こちらは当たりそうです、赤まで行ってくれまして、それは当たるんじゃないですか。アンジェロさんなんでちょっと不安だったんですけど、きっと大丈夫でしょう。え、ちょっと待ってください、引くタイミングがバカなのよ。あと引きがおかしい、引きすぎで、もう当たる手前だったんで、これどうなるんですかね。なんか昇格か、いや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 邪魔されたんですけど、NTD にもうウィンでしょ、そりゃそりゃそうなのよ、もともと当たり格なのよ、コストラ。あと2ゲーム待ってよ。あ、まあでも当たってくれました、143件申し込み当選です。前向きに行こう、そうそういうこと、そういうこと、そういうこと、そうです。今日はヒゲてるんだって、待ってください、生きてるかもしれない。え、生きてます、いいねいいね。いやだからやっぱりパスロは進化してるんですよってことですね。昔の代だったらこれね、おじゃんなってるとか絶対そうでしたよね。で有利感バッサリ切られてさ、そうそうそう、1500ゲームしかないから、そんな時代はもう終わったから。終わってますね、終わったんだから、みんな楽しんでいきましょうよ。 6.5 最高、うん、ようやった、はい、またアンジェロさんに勝てるっていうね。じゃあここはもうフルフロンタルバトル取りましょう、見せさせていただきます。ではナビ出ちゃうか、立面です。なんか引いてて、さあリプレイ、どうだ、ユニコーンボーナスいただきました、ラッキー。これはあら今日もいける私、え、いややっぱね、あなたね、はい、もう割りとかじゃないんだわ、はい、でも気に入った台打ってるやつ出るんだわ、あの割りの向こう側で生きてます、うん、そうそう、立花です、よろしくお願いします。勝率とかじゃねえんだわ、じゃないです、うん、そういうことじゃねえんだわ。ここは自動で揃うんですね、初めてなんで。いやだって全然それ選択されないじゃん。そうなんですよ、うん、さあここで、ミネバチャンスをストックできるかどうかですね。保証で1個はねもらえてるんですけど、青いな君、揃うかい青で、ああ嫌です、3個ぐらいは欲しいのよ。もう1回1000分の1行こう、もう1回ここで行きますか、もう1回今日引けてるんだから。確かに姉さん引けてんだからさ、あよしよしよし、1個取れました、2個目、ナイス、ありがとうございます。ここも取れたい、はい、あれ姉さん姉さん、はい、今日さ、はい、サンキュー言ってる、あサンキュー集中すぎて言ってなかったよ、後出しサンキュー言ってた、今日初の後出しサンキュー、はい、後ペカみたいなもんです、すいません、これが噂のあれだったんだ、後出しサンキューだったんだ、集中すぎました、ちょっと3桁乗せたらにしましょうかね、じゃあ了解、ラストゲーム、ビカビカが早いのでここは揃います。お超入った、おお、あるんじゃないですか、超入ったけど、ていうか左肩も超入ってたんだよね、はい、こちらミネバチャンス3個でした、いい感じ、あるんじゃないですか、ヨルセンキ、ちょっと待て待て、開封の銀、いやこれあんのかな、いやでもこれチョップだった場合はあれか、関係ないのかな、ゴー、うん、いきましたよ、フルフロンタルバトルやりたい放題です、これがね、まあまあ難しい ST なんで、ちょっと頑張っていきましょう、上乗せの確率をこうどんどん上げて感じで、レベル1からスタートまで10分の1スタートなんで、お、いいじゃないか、
赤字で黒なでもらいます、はい、いやノリノリですな。いやノリノリです。私もとりあえずもうボーナスは確定していて、先ほどやっていたチャンスと一緒です。リプレイ 10% レイアク、はい、弱レイアク 50% 強レイアク 100% で AT になるので、ここは欲しいで、もちろんのこと20ゲーム30ゲームの選択率は高設定ほど優遇。はい、こちらは6分の1まで来ました。引いたよ。え、ああスイカ 50% で AT なんか でか普通やったお見事、やりました。いや素晴らしい、サンキュー、ありがとうございます。はい、16本で私自力でやったったでと、ありがとうございます。ハグギヌラッシュいただきました。私もまだまだ、よし、いけいけ、これマックスまでいけば2分の1なんで、よっしゃー、こりゃちょっと、素敵な番組ですね。やったったわ、やったったけんね。次ラストゲーム、ナビ出てるな、そうだ、うわ惜しかった、3分の1までいったんですけど、35ゲームのプラスで終了です。あと2個ありますんでね、ミネバちゃん大体上乗せなんですけど、このレバー大事なんだよな、パズル上乗せ、はい、大体20ゲームけど、もう1回ユニコーンボーナスとかどうですか。波ないよ、レア役は引けてないよ、背景赤なんで大丈夫でしょう、はい、はい、OK、 ストップは使わず、トータル75ゲームの上乗せで終わっちゃいましたね。残りが113ゲーム、2人でバック出し試合やったるか、はい、やったりましょう。俺まだ32枚だけど大丈夫、そうコツコツだからね、この台はワンセット2、30枚ぐらい、はい、獲得してっていう形なので、ですがループ率が、トータル合わせで 94% 超えとなっておりますんでね、一瞬で終わるからね、ダメな時は。まあまあ2回チャレンジあるんで、とりあえずボタン押すか悩むな、押さないとこ、一発目は押さない、押さないぞ、怖い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 、おーい、左選んでんだけど、あ、ないよ、あ、レア君、レア君違う、あれね、うわスイカはダメか、頼む頼む、時間もう怖いんだけど、はい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 、おーい、中引いたんだけど、ちょっと終わり、リノさん終わり、え、やめてくださいマジかよ、こんな100枚も取らないで終わるの初めてだぞ、嘘だ、これもうこれ復活しないんで、レアクいかないと、なんとか耐えてください。いや終わりました、えー、何も出ない、はい、ラッシュ388枚、嘘だ、ほんで見たことないナビが出てます、すんばらしい、何ですかこれ写真撮っちゃう、おおい、差がすごいな、赤7より取れてねえじゃねえか、どういうことなんですか、リドさんの台、なんだよこれ、最速で終わりましたね、最速、あのゴミ引き、ゴミ引き、うん、ゴミ引きしてます、こちら紙引きしてますんでお任せください。いやもうね、姉さんにお願いします、本当にちょっと任せてください今日も、いややべえなこれ、長い旅路になりそうですね、あ、行った、よしと、203、はい、リプレイレア役引いていきましょうよと、はい、あ、こう違うかまだ、派手なやつ、派手ではないけどドンです、ただのミネバチャンスなのかな、内容もいつも通りですね、行ってみましょう、そうだ、上乗せかい、一回いつも通り、あー50止まりでした、なんだなんだ、もっと派手なことしてくれるのかと思ってましたよ、ただまた煽ってますね、これスイカでも取ってるな、さては、え、こんな簡単に上乗せしないよ、あれなんか悲しい音が聞こえる、あれだってフェイズ1だもん、わお、フェイズ1無理やん、無理ですね、それは無理だ、無理やんやん、お疲れ様でした、お疲れ様でした、お疲れ様でした、ハリカム、いやー、やらかしてんな、初めてだ、こんなしょっぱいの、ちょっと厳しそうですね、こっちは順調ですよ、ミネバチャンス降格とかあるんですかね、いや多分状態があるんでしょうね、じゃないと多分
そんな取れないですから。そうなんですよ。はい。いけ。あ、若さだ。20。あと124ゲームあるので。あ、また入ったわ。これいいね。良さそうですね。これ良さそうだな。このチャンスなんて全然できないチャンスなんですけど、今日やれてますけど、あのよう入るんでこんな入らないですね。私もこんなにもらえないんですけど、またミネバチャンスもらえます。いやだからもう違うでしょ、もうあなた愛だよ、もうそれ。ジャクチェニーからもらったんですけど、じゃあもう愛ですね、うん、結局最後に愛は勝つよ。そういうことだよ。上のせい、はい、20止まり。これで20いったら熱いんですけどね。いや行かないんだよな。ではでは756枚でした。本日2度目の可能性の獣です。準備いいよ、準備は長い方がいいよ。レア役引けばいいんだから、いいよ。引けないね。増やしまくって増やしまくって、お願いします。レア役お願いします。 AT 中結構いい引きしてましたよ。どうですか、ここでも緑なんでかな。あー、いいじゃないですか、金が出ましたよ。何引いたの。金何も引いてなくて金。そんなことある。どういうこと。ハズレからです。え、それもしかしてだけど、それ、ね、姉さんのさ、はい、愛なんじゃね。いや、愛すぎません、うんうん、あ、てか愛でしょ。え、ハズレで10乗りましたよ。ラッキー。いや、ここ伸ばします。任せてください、リノさん。やば。ほんで3もらった。私も15です、前半。わお。すげえ。いやいやいや、そうでしょ。それはまあ、はい、ループできるな。これはちょっと期待しててください、うん、200乗ったら3球で。よし、行くぞ。ちょっとハードル低めに設定しちゃいましたけど、期待すぎも良くないんでね。すげえな。15ゲームあったらあんた 9.3 分の1毎回いけるよ。そういうことよ、はあ、一生続くやつじゃないですか。まずは継続をかけた1回目の白7揃いを目指していくんですけど、ここ揃いには何も始まりませんよ。うん、揃っといて。怖いな。大丈夫かい。15、うん、大丈夫だよね。油断は禁物。あれ、怖い怖い怖い。え、もう7ゲームしかないんですけど。ええ、ちょっと待って姉さん、すごい怖いんですけど。リノさん、あと6ゲーム。ちょっと待って、ちょっと待って行くわ、そっち行くわ、そっち行くわ。もう残り5ゲームなんだ。え、なんで、ちょっと待って、なんで AT 中あんなにいろんなレア役けどここ引けないの。 9.3 どうした、どうした。さっきもあなた4ゲーム何もしなかったですよね、姉さん。はい、姉さん、マジでマジでこれイカさんと、はい、そうですね、超大ラッキーじゃん。はい、もちろん分かっております。やってやってよ、はい、では頑張れ。カットインすら出ないんですよ、怖っ。頑張れ。うぇーい、なるほど。なんだよな、あと3。ちょっと待って、なんでこんな追い込まれてるの私。どういうこと。もうラスト、命かける命。あー、命命命命、青だけど、そろそろいいです。15ゲームやった。命命命、どんな引き、どんな引きなんですか。え、やばい、やばいけど。そんな人いるんだ。いたよ。いやでも、いやでも、まあ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 、まあ、今トータルで19ゲーム、うん、1回も揃ってないんで、この後がすごい。前向きなんだよ、はい、前向きなんだよな、おかしいぐらい。いや超ショックなんですけど。うーん、見頃抜けた。抜けた脂肪。あら、抜けましたか。あれ、T シャツ着てないじゃん。置きっぱ、置きっぱ、見て見て、これ置きっぱ、置きっぱだよ、もう2台連続。サンキュー言えないじゃないの。でもありがとう、楽しんで。バルブレイブ埋めてる人たちがちょっとイカれてるだけじゃねえかよ、多分。やってんな、おい。出てますねえ、あ、しかも33、立花さんが頑張れだって、はい、今言ってるから、うん、頑張れ、ね、まあもちろんピンク着てっからさ。あ、いた、いた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 、サキュー、サキュー、気に入らないし、あ、出てんじゃん。いるけど着てないよ、ここで隠してんだ。
皆さん頑張ってね、お母様頑張って。お、俺が脱がしたかのような、俺が脱がしたかのような感じで、ナイス、来た来た来た、頼むぞ、逆押し、行くぞ、オリーボーダス、なんでな、助けて、私も助けて、助けて、誰か助けて、ゴミボーダス怪しいですよね、これちょっと怪しい、いや私もなんだよな、だから過去2回を振り返った時に、はい、こんなんじゃないもん、うん、やっぱ関東の人間だからかもしれないですけどね、あゆかり的なね、はい、もうちょっと関西に馴染まないと、あれやね、おおねえやん、おお、はい、あこれもうここからは、はい、関西弁でやってくるが、でんがな、でんがなが出ました、マンガナマンガナ返ししてきた、でんがなマンガナでやらせていただきましょうか、じゃあエステ関西人でいきましょう、せやで、うん、せやでやったるで、私ユニコーン人生で初めて500ゲームハマりましたこれをババンと食らってみなさい、あなた、はい、で100、200枚で終わってみなさい、えあんたちょっと嫌いになるわよ、やだちょっとそんなこと言わないでよ、うん、今日がその日よ、そんなわけないじゃない、可能性の獣よ、凌駕してじゃあそれを、かしこまり、うん、ちゃんと見せて私に、次こそちゃんとやるわ、見たらやるから私も楽しいっつって打つからさ、ちゃんとお互い頑張りましょう、そうそう姉さんがちゃんとやって、かしこまり何なんですかこの困った時のお姉、俺だったら俺この番組ところどころ俺、はい、お姉出てるなって思って、ね、そうですよね、うん、なんか、うん、あるんですよ、毎回1回は出てます、そう出る、持ちコインでなんとか繋いでますが、いもう残り50枚ほどでなくなってしまいます、ね、あらここ外れた追加投資です、ともしびともしびともしびギリギリともしびここ緑でね、はい、これは強いよな、復活してくれました、よかった、あげあげノリノリ、やったじゃん、よかった、ギリギリ持ちコイン当選ですね、597ゲームあ、来たわよ、おあんた何ナビ来たわよ、行くわよ、行ったりなさい、鬼ボーナス、ねね、怖いよもう、クソがわーすごい、出ましたクソが、ありがとうございます、クソがいい3文字が出ました、僕こいつに言ってますから、はい、僕はテンポに言ってるんじゃない、はい、この台に言ってるんじゃない、はい、このあからなが上段に止まったこのクソが、そうですね、それは言いたくなる、これも引いてるのも全部僕なんでね、分かってますんで、それはそれね、ごめんね姉さん、ごめんね、マジで全然いいのよ、ほんとごめん、何回もそれやったことあるから気持ちはよく分かるわ、ごめんよ、全然大丈夫、チャンス目からミネバチャンス取れました、ナイスー、残り1ゲームだったんで、ここを生かしましょうね、上乗せ以外ナビなし、レア役は引いていない、じゃあ上乗せか、あいいよ、超えない50ゲーム、あちょっと、6つ、あっかん、めっちゃやるやん、なんなんちゃう、ほんまにえぐい大好きなんですよね、やって、あのわざわざ関西弁を表にまとめてくださいましたよ、カメラマンさんが優しいわ、ちょっとね、ハードル高いですけどね、えっこいわ、あ、出た、絶対使い方違う、あっつーの方が、これね、これがえっこいわのやつでしょ、えぐー、リノさんの台はえぐいです、えぐいね、はい、間違いだ、てかね、AT に関してもこのボーナスの選択率にしても本当は僕がちょっと腐ってるわ、はい、ちょっと一回ぶん殴ってこようかな、うわ自分を、怖い怖い怖い、怖いマジで、そんなことする、鼻つぶれるぐらい、うわすごい、絶対帰ってこれないじゃないですかそれやめてくださいよ、あれリノさんどこ行ったんですか、いや血だらけでちょっと帰ってこれないです、わけわかんないです、病院行きましたっつって、はい、でいろいろ聞いた結果私またミネバチャンス獲得です、いやなんかミネバチャンスの当選率めっちゃいいっすね、そうなんですよ、あのレア役めちゃくちゃ引けるんで、AT そういう日だ、頼むぞ、ユニコーンボーナス、おいマジか、いや上乗せです、ラストゲームでレア役、これもったいなかったかもしれないですね、あでもスイカかな、うわーもったいないこのチャンス目だったら、次ゲームでね引けたら5ゲームぐらい乗ったんで、もういい加減大丈夫よ、可能性の獣やれるよ、19ゲーム間1回も7揃えてない、
あ、溜まってるね。溜まってます、間違いなく、うん、まずは初期のゲーム数を決めます。吐き出しちゃって、吐き出させてやんよ。いいね。これでいや、いいよ。8は最低でももらえる。 OK、 10もらえました。お、いやいや、やってんじゃん。なんでこんなにもらえるんだろう、ま、ね、うまいのか下手なのかはっきりさせますね、今回で。いったれ、もうすぐすぐ揃えて、はい、挟む。 OK、 おー、ナイス。やっとよ。ここがかっこいい。はい、平泳ぎですね。泳いでる泳いでる、ありがとうございます。さあ行くぞユニコーン、やったるぞ。さっきの分まで返してもらおうじゃないか。はい、ありがとうございます。いらっしゃいませ。 L、 はい、ありがとうございます。お待ち、はい、お待ち、気まずいから お待ち、はい、ありがとうございます。あー、売れてないよ。すいません、あー、売れてないよ。おー、来ました来ました。お待ち、総長、今日もたくさん売れたぜ。いいよね。まだまだ普通は途切れてね。 ありがとうございます皆さん。ということでですね、はい、毎度収録店舗様では、はい、こちらの方オリジナル T シャツ売っておりますので、ちょっと噛みましたけども、はい、オリジナル T シャツ売っておりますので、ぜひ皆様上昇のりのり軍団入ってくださいませ。よろしく。おれ、はい、これも覚醒ってことです。ダーン、よし行くぞ。リノさんの分までめちゃくちゃ乗せます。ピピピッピッ、どうぞ。さあ皆さん、明日もぜひコーナーグループに遊びに来てくださる。サンキュー。